おはようございまーす。はぁ、あ…なんで、このどんよりした空気は。はぁ、とりあえず窓ば開けるけん。よし、爽やかな空気が入ってくるばい。そいで、みんなはどうしたと？なんていうか…見ての通りさ。やる気が出ないっていうか…光源をテントさんの出とる日に出して。もしかすると私たちはかかってしまったのかもしれないね。五月病というやつに。五月病って、うちなったことなか。さすが小型。五月病って、どがん感じ？この倦怠感、どうしたら小金に伝わるだろうか。そうだね。なんにもしたくないって感じ。みんな、なしてそがんことになってしまったと。この間会った時はバリバリに元気あったとに。そうだね。どうしてかな。五月病って冬瓜したら治るとやろか。五月病治し方検索。五月病の原因はストレス？みんなストレスの溜まっとると？いや、そういうわけじゃ。そうかもね。ふえー！こらこら、マミミ、コガタン本気にしちゃうから。そいは見過ごせん一大事たい。ああ、ほら。マミミ、サクヤ、ユイカ、キリコ、とりあえずうちお茶でも入れてくるけん。なんか体に良か素材の癒されるやつ。私もお手伝い。よかよか、座っとって。みんなは座って癒されるようなテレビでも見とって。癒されるようなテレビって何？ご飯とか動物とか何でもよかよ。みんなの五月病なんてうちがぶっ飛ばしてみせるけん。ぜーんぶ任せとって。こがね、まだ？多分あとちょっと。多分って道ちゃんと合ってるの？合っとる。はず。コガタン、迷ってたりは？大丈夫だよ。このまま進めば問題ないようだ。そうやろ、サクヤも言うとなら間違いなかよ。このまま、まっすぐばい。まっすぐ。こんなの聞いてないんだけど。確かに思ってたより割と本気のハイキングって感じだよね。
こうやって歩くのもうちの作戦のうちやけん。ストレス解消には体を動かすのがいいって。なんかにも借りとったばい。小金の言う通り、こうして語らいながら歩くのも悪くない。それにこの晴れ渡った空、とっても気持ちいいね。おてんとさんもうちらを応援しよる。絶好のハイキング日和ばい。それでこの先に我々の目的地があるってことね。うちらの足湯はもうすぐそこやって。別にうちらのではないと思うけど。ていうか足湯目指してハイキングとか五月病の人のすることじゃなくない？そがんことなか。体は動かしてさらに足湯で癒される。うちの打倒五月病作戦は完璧ばい。いいお湯ばい。歩いてる時はどうなることやらって思ってたけど、歩いて足を使った分より足湯を楽しむことができたね。そうやろ、うちの狙い通りばい。本当に？本当に？みんな癒されるって感じやろ？まあ悪くはないんじゃない？みんなの五月病も治りそうね。そうだね。まあちょっとはね。ああ、小金のおかげだね。病が取れてとっても五月。作戦は順調ばい。よーし、アンティーカ事務所屋上に集合。送信。あ、おお、急がなきゃ。事務所の屋上だけどね。これ全部小金が？うちみんなの五月病を治す方法ば考えよって。やっぱうまかもんお腹いっぱい食べるとが一番癒されるに違いなかって思って。
だろう。最後には馬かもんが物を言うたばい。それでこんなに準備してくれたの？一人で大変だったでしょう。ん？うちは料理得意やし好きやけん、なんも心配なかや。はよみんなに食べさせたくてワクワクってしとったばい。そうか、それならいいけれど。それにうちはみんながうまかって言ってくれて、そいでみんなが元気で笑っとるのが一番癒しになるとよ。やけこれでうちも五月病の心配はなかね。コガタン、はあ、っていうか、もともと小金は五月病の心配なかったんじゃない？あ、そうやったね。でも恋ば食べてもっとバーリバリになるとよ。頼もしいね小金は。とりあえずもう食べてもいい？こらこら、いただきますしてから。じゃあ早く。みんながピンチの時はいつでも助けてみせるけん、うちに任せとってね。